最近、極端な貿易対策による急激な景気悪化のため、中国で最も豊かな都市の一つである新鮮で、それを反映した大幅な減給政策による不安が引き起こされています。不動産業界も業績が大幅に悪化しています。中国の複数のメディアは5月、 中国で最も豊かな第一級都市の一つである新選の公務員給与が再び大幅にカットされ、年俸16万円、約320万円を下回ると報じました。減給の第二波に対し、ウェイボーユーザーの紅白星群さんは、少し誇張していると思う。 新鮮では昨年5万元から8万元ぐらい下がり、年収が30万元ほどから25万元ほどにまで下がったが、減給幅はまだ納得できる。でも今回の減給でそれが16万元以下にまで下がれば、食べていくことさえ難しくなり、新鮮では一瞬にして大量の住宅ローン滞納者が現れると不安を述べています。 例えば、新鮮の公務員の年収が30万元とし、二人合わせて60万元になり、新鮮のマンションが600万元の場合、頭金は180万元で、彼らにとっては5年分の給与になる。残りは住宅ローンで420万元、30年返済だと25万元までの減給なら住宅ローンは払えるが、 16万元以下にまで下がればかなり厳しくなり、住宅ローンは返済できなくなると、紅白星軍さんはその苦しさを切実に述べています。5月26日、中東教育一級の国語教師を名乗るネットユーザーの喜楽洋春さんは、現在の住所は新鮮で、今朝会社から用紙が送られてきて、原則として自主的に給料を下げるよう言われた。 言及を認めたくない場合は、各自その理由を養子に記入して説明しなければならない、と述べました。ていさんは大紀元の取材に対し、公務員の月給は2万元から3万元が普通だと聞いており、その公務員や教師が言及されたようだ。 どの程度の減給かは不明だが、学校の先生の場合は、業績ボーナス、補助金などがかなり下がったようで、校外学習がなくなり、学校は臨時収入もなくなってしまった。世の中では会社も倒産し、失業者がたくさんいて、民間企業は生活費を払えるだけでも良い方だ。それに比べると、公務員の減給くらいは問題ない。と述べました。 また、言及後に辞職する公務員を見かけないでしょう誰も辞めていないし、公然と文句を言う人もいない。企業で大幅言及すれば多くの人が辞めてしまうが、政府職員が辞めたのを見たことがない。普通の公務員の年俸は十数万元ほどで、企業の技術者の給与に匹敵するが、技術のいらない仕事でもあり、そもそもあんなに高い給料を払うべきではなかった。 誰でもできる仕事なのに高い給料がもらえるのでみんな公務員になりたがるそれが社会的不平等を生んでいるのだから給料を減らすのは当たり前だこれだけカットされても職場を離れないのはまだメリットがあるということだと語りました新選だけでなくすでに多くの地方で公務員の減給が実施されています ウェブサイト、無満ナンが公開したものによると、2021年、主会の公務員は6万元から8万元、新鮮の公務員は5万元から10万元、高訴訟や石膏証の多くの地域でも20%程度カットされたとのことです。中国の Q&A サイト、チコのコラムに掲載された、チーフエコノミスト、兼上級統計士、行医師の 公務員の言及は良いことだが、この言及の波に注意すべきと題した記事によると、今回の言及の波は政府職員の給与だけでなく、教師など他の職種も言及されました。新鮮だけではなく、公衆、蘇州、賃貸などの宴会都市でも言及されました。今回の言及は大規模で普遍性があり、所得が高いほど言及額が大きくなります。 また昨年から始まった公務員減給の波はすでに中国の最も裕福ないくつかの省にも影響を与えており普通の政府関係者でさえ不安を感じ始めており特に江蘇省浙江省広東省福建省上海市の公務員は12月以降約20から30%の減給を通告されたと彼は記しています。 疫病の影響で消費が落ち込み、サプライチェーンが混乱して、生産と需要の両方が大きな打撃を受け、それが財政状況にも反映されている。2022年4月、国の財政収入は前年比で41.3%減の約1兆2000億円約24兆円となり、そのうち税収は前年同期比47.3%の大幅減少になったとしています。 言及につながる連鎖反応について今年1月中央財系大学の菅福礼教授は内部情報入手後ウェイボーにローン返済不能の波が来ている2022年の初めに20万人の住宅所有者が住宅ローン滞納のため4つの主要銀行から訴えられたとツイートしましたまたある弁護士の記事が転送されてきました 弁護士は差し押さえ件数が多く疲れるほどの書簡が送られてくると記しています。2017年、中共最高裁判所はオンラインでの差し押さえを全国的に開始しました。その年に9000件あった差し押さえ物件が2021年末には168万件にまで急増しています。行医師の記事によると住宅ローンを抱えている公務員は減給を受けてプレッシャーが増えています。 経済や家計の豊かさと深く結びついている不動産部門に起因する金融リスクは増大しています。個人にとって最大の経済的リスクは負債であり、住宅ローンを抱えている人は最も大きなプレッシャーにさらされています。景気が悪くなって収入がなくなったり、職を失ったりすると、住宅ローンを組んでいる人にとって、ローン滞納で家の権利を放棄することは絶望的な選択となります。 これらの人人大半は、は家家ででなく、実際に家を必要としている人たちです。中国で最も収入が高い新鮮、上海、首高デルタ、長江デルタでの大規模な減給は共産党政権の中央財政も地方財政も深刻な状況にありすなわちお金が残っていないと外部は判断しています。 エコノミストが開示した情報によると2022年1月から4月までの中京の全国公的歳入は非課税のエネルギー価格上昇による収入により依然として前年比で5.0%増加となっていますが土地上都収入に依存する各地方政府の今年の財政収入は減少が著しく収支が合わない状態です公表された4月の財政収入から判断すると 前年同月比で増収となったのは21章子のうちの6章子に過ぎず、ほとんどが鉱物資源が豊富な地域です。14章子が減収で、その大部分は経済発展の著しい製造・サービス業の章子で、福建省の1カ所だけが横ばいでした。 専門家は20年以上にわたって賃金や手当を増やし、いい暮らしをしてきた当局は苦境に備えることだと指摘しています。収入は支出の基礎です。まず給与や福利厚生のカット、当局の事務コストの削減が挙げられます。それでも収支が合わなくなったら第二段階として企業が社員を解雇するように役人を解雇することです。 現在、中共の厳しい統制による経済の急落で、中央政府も地方政府も予算不足に陥り、国民の怒りを買う言及政策を容疑なくされています中国の不動産市場は、規制緩和や支援政策の導入にもかかわらず、依然として低迷しています 最新の数字によると、2022年1月から5月の不動産企業上位100社の販売規模は昨年同期比で半減し、5月の中国上位100都市の中古不動産価格は前年比で大きく下落し、多くの2級都市でも新築、中古価格ともに下落しました。 不動産市場が低迷する中、仲介プラットフォームの海外社も影響を受け、第一四半期の取扱い高が半減し、エージェントの数は前年比で約20%減少しました。また、中国の不動産シンクタンクの国事髄研究センターが発表した最新データによると、中国の不動産企業上位100社の2022年5月の売上高は、 4546億7000万円、約9兆900億円で、前年同月比で5.6%増加しましたが、月間業績は前年比は59.4%減と、比較的高い水準にとどまっています。累積実績の観点から、1月から5月までのトップ100の不動産企業の全体的な取引実績は、前年比で52.3%減少しました。 国事随のアナリストは、一部の都市で疫病が繰り返されているためと市場の信頼の欠如とが相まって、不動産業界に対して下向き圧力が続いており、企業の全体的な売上高は依然として低迷しているとしています。中国指数研究院のデータによると、2022年1月から5月までの中国不動産企業上位100社の平均売上高は、 273億9000万円約5480億円で、前年同期比で50.7%減、そのうち売上高が1000億円を超す企業はわずか3社です。2102億円の碧桂園、1673億円の満家、 1592億元の堀発展など、前年同期より12社減で、売上高100億元以上の企業は70社と前年同期比で48社の減少です。 金融情報サービスの在連者によると、駅居企業集団の最高経営責任者、長祖育氏は2022年1月から5月までの不動産企業の販売実績は2020年同期を下回り、市場全体の圧力は2年前よりもはるかに強いと見ています。 大規模な不動産企業は年間業績予想に慎重になっているようで、ほとんどの企業が目標を公表しておらず、年間業績目標を公表している企業でも、多くは程度の差こそあれ下がっています。シンクタンクの国事随によると、年間業績目標を公表している上場不動産企業はわずか十数社で、前年の約40社の水準から急落しています。その中で、論風、人魔を エ用、ミディアの2022年の目標は、2021年に比べて3%から7%の下げ幅。大越上、兼業、時代中国の2022年の目標はいずれも2021年に比べて20%以上の下げ幅です。2022年1月から5月までの不動産企業の販売実績を見ると、ほとんどの企業が販売予想を達成できず、 年内の商品供給と販売は大きなプレッシャーにさらされます。駅協の超素育種は、業績目標を公表している大手上場不動産企業のうち、5月末までの目標達成率はほとんどが30%未満で、半数近くは25%未満である。 1>, 1月から5月までの目標達成率は、ほぼ全ての企業が2021年同時期を大きく下回り、一部の企業では2021年同時期と比較して15%の下げ幅だとしています。中国100都市の5月の中古物件価格は前年同月比で下落しています。また、多くの2級都市の新築と中古物件の価格も下落しています。 2022年6月1日に中国指数研究員が発表したデータによると、住宅価格について5月に34の都市で新築、中古住宅の価格が下落し、武漢、重慶、鄭州などの2級都市が全体の4割以上を占めました。57の都市が前月比で価格が下落し、4月よりも5都市、前年同月よりも31の都市で価格が下落しました。 2022年5月に入り、様々な地域での不動産市場支援政策の導入頻度が大幅に加速しています。概算統計ではありますが、2022年1月以降、全国150以上の都市で、頭金比率の引き下げ、誘致の取り組み強化、住宅購入の補助金交付、積立基金の融資額引上げなどの不動産政策の緩和が行われ、 政策の導入回数は300回を超えたといいます。5月には80以上の都市が100の政策を発表し、公衆、生徒、合否、部下、調査などの注目の都市がこれに続き、子供の多い世帯を支援する住宅政策が頻繁に導入されています。